アレグリア・アレグリアはシルク・ドゥ・ソレイユの移動公演の演目の一つ。フランコ・ドラゴーヌ監督、ジル・サン・クロワ芸術監督で1994年4月21日に初演、2013年12月29日にベルギー・アントワープで最終公演を迎えた。20年間で5000回以上上演され、世界65都市以上、1000万人以上を動員した。アレグリアは、 大テントでのツアー公演から始まった。しかし2009年から2010年の北米ツアーからアリーナツアーへと変わり、大テントでの公演が不可能だった都市での公演も可能になった。1999年5月から2000年10月、MGM のボーリバージュカジノで常設公演を行ったこともある。アレグリアはスペイン語で、英語ではジョイ、日本語では喜び。 歓喜といった意味になる。シルク・ドゥ・ソレイユのパンフレットによると、パワーへの努力と若さのエネルギーの爽快さをオペラで表現している。レネディ・ペレのフランス、スペイン、アフリカ、地中海などから影響され、個性的にブレンドされたニューエイジな音楽が流れ、ドミニク・ルミューがデザインしたバーレスクのデカダンスな美学を表現する衣装と装飾で表現される。舞台や小道具は、 ゴシック建築や大胆で直線的なデザインが特徴とされる。日本では1996年に夏季の大テント公演が行われ、全260回公演され67万人動員。2004年から2005年に夏季の大テント公演が行われ全466回公演され114万人動員された。アレグリアの舞台は立体的な柱と手すりのある、 大きなドームが上にある。このドームは、教会や政府の建物を模し、印象的な感覚、パワフルな構造を表している。舞台には、螺旋状のランプが両側にあり、道を表現している。舞台の床は4つの要素で生きている。参照用の頭を表現している。17世紀のボールルーム様式の照明デザインが、ノスタルジックな雰囲気を醸し出している。 就職の色彩がショーにぼんやりとした明るさを作り出している。オールドオーダーとニューオーダー双方の登場人物を含む。演目は変更されることがあるが、エネルギー、優雅さ、若さの力へのバーレスクの昇華というテーマは変わらない。アレグリアの衣装は旧作と新作で違う。旧作の衣装は、羽毛やレースなどの装飾品で微細にわたり飾られ、 ニューヨークの黄金時代をイメージしている。新作の衣装は未来の若者など薄く柔らかい素材を利用した際など系色で若者の活力を表現している。靴、カツラ、帽子などを含む400以上の衣装小物がある。衣装完成時間の例としてはオールドバードの衣装では200時間を要した。アレグリアの高評価な音楽はこれまでのシルク・ドゥ・ソレイユの ヌーベルエクスペリエンス、サルティンバンコ、ミスティアなどの作品に多くの作曲をしてきたレネル・ペレの作曲である。1994年9月27日、スタジオアルバムとして発売され、世界中で50万枚以上を売り上げてシルク・ドゥ・ソレイユの現在までのアルバムの最高売り上げを記録している。このアルバムは百九十五年のグラミー賞やフィリックス賞などにノミネートされ、 ロビー・フィンケル・トレネル・ペレが年間プロデューサー賞を、ロブ・ヒー・ニーが年間サウンド・ミキサー賞を受賞した。また、アレグリアは、ビルボード・ワールド・ミュージック・チャートに65週ランクイン、した。このアルバムのリード・ボーカルはオペラを習得した、フランス系カナダ人のフランチェスカ・ガニオンである。彼女は、アレグリアの DVD で、ザ・ホワイト・シンガーとして、同じく、フランス系カナダ人のエバ・モンプチ演じる。 ザブラックシンガーと共演している。サウンドトラックはいくつかのバージョンがある。2001年のアレグリアのシドニー公演のライブ録音のセルソ・マリンバの2曲を含むサウンドトラックがシルク・ドゥ・ソレイユ、ミュージック社により2002年に再発売された。1995年、公演の出演者とスタッフ向けにフェアファックスでのライブアルバムが作られた。この特別版は公演でのべての曲が 収録されており、コレクターズアイテムとなっている。1994年発売のオリジナル版と2曲の追加を含む2002年版を共に記す。アレグリア・バイ・ベドライ・コロンデ・ロケレール、イルナ・タルカ・ジュダン・ファン・ツ・ミルコアイケア・アイビス、バルサピナ・ノクター・ンセルソ・マリンバ1999年、ルディ・バリチェロ脚本、フランコ・ドラゴーヌ監督で制作された。ツアー公演のパフォーマーやミュージシャンと共に、 フランク・ランジェラ、マコ・ガンショー、ジュリー・コックスが出演し、ウーピー・ゴールドバーグがゲスト出演した。この映像はライブをただ抜粋したものではなく物語風に語られる。2001年6月にオーストラリアのシドニーで撮影され DVD として発売された。ニック・モリス監督及びプロデュース。14台のカメラと特別な映像技術を駆使しパフォーマンスの中心からの 支店などがある。アレグリアのツアーの歴史は1994年に始まった。大テント劇場に始まり、現在はスタジアムアリーナの上演となっている。1999年から2000年の間はミシシッピ州ビロク市のボーリバージュで常設公演を行った。カラーボックスは以下のように示す EU ヨーロッパな北米 SA 中南米 AP。 アジア太平洋を送るオセアニア、シルクジュソレイユ、プレスルーム、アレーナショーズアレグリア、アバウトザショー。www.cirqudusoleil.com。2009年10月29日閲覧。ダイハツドラオーリーアンセルク、DU ソレイユジャパンツアーオフィシャルプログラムハット、アレグリア、キャラクターズ。 シルクジュソレエイユ2011年2月15日閲覧。ありがとうございます。